熟すにつれて火皮に茶色いサビが見られるようになるが、見目に反して甘みは強くなる。赤色色素を作るアントシアニンが少ないため、成熟しても赤くなりにくい王林は、福島県で結実したリンゴで、主に長野県、青森県などで生産される。黄緑色の火皮の表面に茶色い加点があるのが特徴で、蕎麦かす名人、梨リンゴなどとも呼ばれた。日本においては、富士、 津軽に次ぐ生産量を誇っている。オーリンは、芳醇な香りと甘みの強さが特徴で、酸味が弱く、食感は非常に柔らかい。火皮の表面に多く見られる、カテ点は熟すにつれて荒れていき、細かい日々となってしまうため、B 級品リンゴとして安価で取引消費される。味と値段から人気を博し、また着色管理が不要なため、 省力品種として生産者からの指示も得ている。リンゴポリフェノールの主成分であるプロシアニジンを多く含む品種であり、その含有量は富士と並んで多い。また、赤色色素を作るアントシアニンが少ないため、成熟しても赤くなりにくいことから青リンゴとして販売される。晩性品種であり、貯蔵性に優れているため、10月下旬より翌8月頃まで出荷が見られるが、 春の時期としては11月から翌2月頃となる。1931年頃より、リンゴの品種改良に取り組んでいた、福島県立郡小売町の大月忠之助は、ゴールデンデリシャスとインドを掛け合わせることにより、1943年に初めて結実した。栽培当初は、王林という名前ではなく、ソバカス名人や、梨リンゴなどと呼称されていたが、1952年、 当時伊達農協の組合長を務めていた大森常により、リンゴの中の王様という意味を込めて王林と命名され、市場に出回るようになった。家庭の目立つ独特な外観が欠点とされ、農林水産省の品種登録には至っていないが、1961年には氷町の生産者によって王林会が設立され、王林の普及が推進された。 不袋栽培に適した品種であり、生産高数低減に寄与したオーリンは、着実に生産数を増やしていき、2011年時点で5.1万トン余りが出荷され、リンゴ品種としては、富士、津軽に次ぐ生産量となっている。アメリカ・ワシントン州では、オーリンが、奨励品種として登録されている。オーリンを、後輩をとった品種もり 雫など複数登録されている。農林水産省の平成30年産果樹生産出荷統計による大林の2019年の都道府県別生産出荷量は以下の通り、ありがとうございます。